です。今回の雑学は、はい。折れた骨はどのように治癒していくのかと。骨が折れるとその中の血管が破れて血液の塊となる。折れたところを固定したままでいると血の塊が骨の隙間を埋める。そして細胞を増やすことができる肉芽という組織になる。そしてこの肉芽が骨に変化していく。血液から骨になるわけです。ちなみにこの肉が擦り傷などで出血して乾くと血の塊になりますけど、それと同じ組織と。はい。ということです。